ツンドラの分布ズツンドラとは、地下に永久凍土が広がる、降水量の少ない地域のことである。桃源、寒地高原と訳す。主に、シベリア北部など、北極海沿岸の艦隊地域に見られる。永久凍土といっても一年中凍結しているのは、地下の凍土だけである。しかし地下が凍結していても短い夏には、表面付近の土壌が溶け、苔植物、地衣類や、 総本類、寒木などが生育するところもある。近年、地球温暖化の影響により、面積が縮小傾向にあるという調査報告も出ている。寒帯で唯一、人間が居住できる地域であり、トナカイの遊牧、狩猟、海洋漁業、工業が営まれている。自然地理学上、ツンドラは低温で植物の成長可能期間が短いため、 樹木が成長できない地域を指す。ツンドラという言葉は、木のない平原を意味する、サーミ語に由来する。ツンドラには、南極ツンドラ、北極ツンドラ、鉱山ツンドラの3種類があり、いずれにおいても主たる植生は、総本類、全類、地類である。ツンドラには、木が生えているところもあり、ツンドラと森林地帯との間の移行帯は、樹木限界線と呼ばれる。 グリーンランドのツンドラ、北極ツンドラは北半球極北の大河地帯の北に位置する。通常、ツンドラという用語は地下土壌が溶けることのない氷を含む永久凍土である地域だけを指す。永久凍土ツンドラ地帯はロシア及びカナダ北部の広大な地域を含んでいる。北極ツンドラには凍土地帯のヌガナ山人、 ネネツ人など、トナカイの放牧を営む遊牧民族が居住している。ツンドラの生物多様性は低い。生物の種類は少ないが、それぞれの種ごとの個体数は多い。北極ツンドラ地帯の主な陸性哺乳類はトナカイ、ヘラジカ、ドールシープ、ジャコウ,ウシ、レミング、北極グマ、北極キツネ、クズリ、オオカミ、オオヤマネコ、ハイイイログマなどである。一部の地域では、 石油やウラニウムなどの天然資源が豊富であるにもかかわらず、厳しい気候のために北極ツンドラ地帯の開発はほとんど行われていなかった。しかし、近年アラスカ、ロシアなどにおいては、ツンドラの世界に人間の手が入りつつある。地球温暖化はツンドラにとって大きな脅威である。基本的に永久凍土は凍った湿地であり、夏には表面付近の氷だけが溶ける。 もし糖度が完全に溶けてしまったら生態系全体が壊滅してしまうだろうし、北極圏の生物たちは急激な変化に対応できないだろう。また、世界の土壌中の炭素の3分の1は、大河とツンドラに存在するが、永久糖度が溶けると土壌に吸収される炭素より、放出される炭素の方が多くなってしまう。この現象は、アラスカで実際に観測されている。 ツンドラは1970年代には炭素の処理場の機能を果たしていたが、今日では炭素の供給源になっているのである。これは温暖化の問題をさらに悪化させる要因になっている。南極ツンドラは南極大陸、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島、ケルゲレン諸島など南極圏、アナン極圏の島々に位置する。南極大陸は 寒く乾燥しすぎているため植物の育成がほとんど不可能であり、大陸の大部分が表現に覆われている。しかし一部の地域、特に南極半島には岩石質の土壌が存在し、ツンドラを成立させている。この地域には約250種の地ル類、100種の線類、二25から30種のコケ類、約700種の陸性、水生草類が存在し、 大陸の海岸周辺の凍っていない岩や土の部分に生育している。南極大陸で花をつける2種類の植物、南極コメススキと南極ミドリナデシコは南極半島の北部及び西部に生息する。北極ツンドラと違い、他の大陸から隔絶している南極ツンドラには大型の陸生動物がいない。アザラシ、ペンギン等の海鳥や海洋動物が 海岸周辺に生息している。また、阿南極の島には猫、うさぎなど数種類の小動物が人間によって持ち込まれている。南極大陸及び南極圏の島々の動植物は南極条約によって保護されている。鉱山ツンドラは標高が十分に高い場所であれば、井戸に関係なく世界中に存在する。鉱山ツンドラにも樹木がないのは、 他のツンドラと同じだが、鉱山ツンドラの土壌は通常永久凍土ではなく、一般的に永久凍土より水はけが良い。鉱山ツンドラは標高が下がるにつれ森林限界線より下の森林地帯に移行していく。ツンドラと森林地帯の間の移行帯における低木林はクルムホルツと呼ばれている。鉱山ツンドラに生息する主要な動物はミヤマオウム。 まあもっと、ロッキーヤギ、泣きうさぎなどである。ありがとうございます。